この番組は内山安藤のちょっと立ち話しないと e-wave の提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話しないと。皆さんこんばんは、内山つかさです。こんばんは、安藤瑞希です。この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人がeWave を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。はい、ちょっと立ち話しないと第32回が始まりました。イエーイ、ミニミニ。いや、前回、はい、何人話したか覚えてます？前回は31だから、うん、アイスの話ちょっとしたのと、うんうんうん、あと始めたいこと、入学シーズンだから、そう、ね、何か始めたい、そうそうそう、始めたいことあるっていう話を、私が、聞いて、私が喋るっていう。主に私が喋るっていう回でしたね。あ、そういえば、始めたいことじゃなくって、うんうん、軽い気持ちで始めたことが、そういえばあったんですよね。なに？いやー、ちょっとこれ、お前ババアかって言われそうなんですけど、お、私、ヤクルトの定期配送を契約しました。あらあら、ヤクルト始めたの？腸内環境？あ、そう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 、今ね、しかもキャンペーンをやってんですよ。あ、はいはいはい。ヤクルトさん、私の中でちっちゃいやつ、うんうんうん、しかイメージなかったんですけど、うん、え、違うの？今ヤクルト1000っていう、おう、この容量が増えてなおかつちょっとお高いヤクルトなんですけど、うん、でもこれめちゃくちゃアホほど売れてるっていう風に聞いて、ほーんみたいな気持ちで軽く一本コンビニで買って飲んだんですよ。すごいすごい。このね、ヤクルト1000っていうのはストレスの緩和と睡眠の質向上っていうのを売りにしてるやつなのね。おーおーおーおお。なんでこのちょっと眠りにくい人、夜に眠りにくい人、うん、とか、あとは寝てるはずなのに寝起きが悪い人、あー、それ私かも、におすすめですっていうんで売り出して、もうこのコロナ禍でものすごいバカ売れをしている大ヒット商品なんですよ。そうなの？そうで、このね、ヤクルトが、うん、ね、4月末までかな、まだ間に合う、うん、までにこのいやいや、回し物ですか？回し物ですか？この1ヶ月、とりあえず1ヶ月契約すると、うんうん、プラスで7本プレゼントというか、うんうん、この基本1週間ごとなんだけど、その4週間分にプラス、うん、4週間分の代金で5週分もらえます。ほうほうほう。っていう感じなので、とりあえずちょっと試しに、あまりにも良かったから契約しちゃおうかなと思って、うん、飲み始めました。あら、まあそうなんだ。うん、でもあれ、一回効果を試して、良かったって思ったんだもんね。思った。寝つきが悪いとかは一切なくて、もう常に爆睡なんだけど、うん、そんだけ寝てんのに寝起きがものすごく悪くて、うんうんうん、すぐに二度寝しちゃう。低血圧とかってそういうこと？いやー、わかんないんですよね。でもね、ずーっと寝ちゃう。多分酸欠なような気もする。酸欠？うん、多分ね。で、おそらく酸欠になってて、うん、あんまりいい質の睡眠じゃなくって、朝とかも全然起きられないんだろうなと思って、買ってみたんですよね。うん、でも効果的面なんだ。効果あります。今度ちょっと飲んでみよう。ちょっと飲んでみて。確かに、うん、コンビニで見たら絶対に他の商品と並んでると、ちょっと高いなって思うとは思う。うんうんうん。けど、試しに一本飲んでみようって感じです。オッケー。いや、もう一回聞くけど、別に回し物じゃないんだよね。全然回し物でも何でもないです。安心しました、安心しました。ぜひ、はい、同じ境遇な方いらっしゃったらね。そうですね。お手に取っていただいて。ストレス緩和、睡眠の質向上です。はいはい、はい。何回も言うけど、別にそれを皆様が買ったことで我々には一銭も入りませんので、ご安心ください。ご安心ください。まあ人気になるにはやっぱり理由があるなっていう感じなんで、ね、よかったらね、うん、ちょっと試してみてください。うん、試してみます。はい。ではこの後も引き続き私たちのフリートークをお送りします。よろしくお願いします。内山安藤のちょっと立ち話しないと。さあ、今回は何について話していきましょうか。32回。そうっすね。うん。こう、よくよく考えると、うん、入門したいことみたいなのはしましたけど、うんうん、何かに入門するときの立ち振る舞いとかっていうのは
司ちゃんどんな感じでやっておりますか。いろいろあるじゃないですか、うんうんうん、立ち振る舞いって言ってもざっくり言ったけど、うんうんうん、まあ、新しい学校にじゃあ入る入学の時とか、うん、新しいバイトを始める仕事を始める時のその入った時とか、うんうんうん、新しい習い事始めますみたいな時にこう周りが一切知らない人たちがいる状況の中でどのように立ち回っていくかっていう処世術ですよ、うんうん、私は、うん、学生時代とかは、うんうん、今振り返ってみたんだけど、うん、あのね、まず依存先を探すまずあのクラスとかは部活とかは、うんうん、あのとりあえずみんなと仲良くなりたいっていうあれはあるんだけど、クラスコミュニケーションは全員と友達になるみたいなスタンスよりかは、うんうんうん、もう固い 2,3 人をもう早めに捕まえるみたいな、うん、それどうやって捕まえるの？なんどうやって見つけんの？わかんなくない？だって知らん人なのに。なんだろう、なんか波長でわかんない？あ、これは違う、あ、この人は違うみたいなさ、あ、あとは、うん、その前のクラス一緒とか中学一緒とか、あ、その共通の部分がある人のところにはなるべくすぐ早めに行って、こうその人がこう手広く始める前にこうところに入るじゃないけど、そうそう。でも私の友達で高校の時にもう初日からクラスの全員のメアド聞いて回った子とかいて、すげえ。そう、そういうタイプではなかった。まあそういうタイプよりかはもう硬いところをご飯とか一人にならないように、うんうん、早めに見つけるみたいな。いやーすごいわ。いや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 、その部活じゃないところで友達を作るっていうのがすごいなって思って、うんうん、なんだろう、こう派手じゃない子とか、うん、おとなしめな子とか、うんうんうん、蜂を合いそうだなみたいな子のとこ行って、でも話しかけるわけでしょ、それは司ちゃんがこの子だなってみて。そうそうだね。いや、そこよ、そこが違う、素晴らしい。そこが違う。それに救われている人が一体どれだけいることか、間違いない。いやいやいや、内山さん、いやいや優しいな、なんて眩しいんだろう。違う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 、私はただ依存したいだけだから。いや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 、だとしてもさ、そのためにそのある行動をするっていうのがすごいなって思いますよ、うん、私みたいなタイプからするとね。あんちゃんはじゃあどっちかっていうと、うん、待ってるタイプ。うん、まあむしろ待っているけれども、それが多分この、うん、近寄るなオーラになって、結果誰も寄りつかなくなるタイプです。あ、まあだから、そうすると、いわゆるこの部活動とかっていうのはやらなきゃいけないことじゃん。うん、だから絶対にコミュニティが築かれるわけで、うんうんうん、そのいわゆる自分が頑張らなくてもできるコミュニティによって、うん、そこでこう友達というかになるんで、うんうんうん、その人たちと一緒に過ごすようになるんですよね。だからそれ以外の新しいお友達を作るのはちょっと、ああ、まあ、でも。狼には難しい。食べちゃうの。気を抜いたら食べちゃう。いや、気を抜いたら確実に爪を出すんだよ。やばいやつだよ。毒が出ちゃうのか。危ない危ない。あ、まあ、でも難しいよね。新しいそのコミュニティに行った時に、うん、新しく作るのって難しいけど、うんうん、なんか例えばじゃあバイトを新しくしますとかってなった時って、うんうん、基本的にこう、その開店オープンのさ、新規スタッフじゃない限りは、もともとこう気づかれてるものの中に行くから、うん、もうめちゃめちゃ腰低く行く。なんか、あ、どうも、みたいな。わかるわかる。うん、そう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 。うんうんうん、でも、学校とかみたいに、もうみんな一からの時には、もう必死だよね。早めに、みたいな。いやー、素晴らしい。なんかその、お友達優先度みたいなさ、学生時代なかった？なんかその。まあ、あるでしょうね。ねえ。うん、で、それが、ある程度気づかれちゃうと、うん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 、ねえ、後々困るから。うん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 。そうそう。だからこそ、2年、3年とかってなってくると、うん、そっから新しくっていうのはなかなか難しいよね。まあ、そうかもね。そう。だからその時は、ちょっと、私は経験ないんだけど、例えば、うん、部活動の友達もいない、うん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 、高1の時に気づいた友達もいないっていう状況はなかったのよ。うん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 、うん。そう。でも、そうなった時は、ちょっと、しんどいかもしれない。友達の友達を探すしかない。確かにね。しんどいね。しんどいしんどい。でもいると思うよ、多分、そういう人って。確かに。私もたまたまその部活のクラスメートが、どこのクラスに、うん、なった時も必ずいたから、うん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 、その人といたけど、うん、いやー、いなかったら、まあ、基本ぼっちですよね。ねえ。だって、私、高校の時、中学もそうだけど、割とクラスが多かったのよ、うん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 。で、中学の時は、
部活、そのソフトボール部だったんだけど、うん、人数結構いたから、うんうんうん、まあ何人かは一緒だったりとかしたんだけど、うんうん、高校の時って、うん、人数割と少なめだったの、演劇部だったんだけど、うんうんうん、でも大丈夫だったんだよね、あの被ったんですよ、奇跡的に。多分先生とかも結構、うん、あの配慮してくれてるとは思うんだよね、一人にならないように。いやー、ある程度部活、でも部活かぶりとか、うん、あの仲のいいところとかは結構加味してるはず。本当にクラス編成、うん、完全にシャッフルじゃないと思う、っていうのはなんかちょっと、うん、全部が全部そうかわかんないけど、一応私もこう、うん、何そういうのかじったから大学の時に、あそうクラス編成は、うん、その先生の中で会議みたいな、クラス編成会議みたいのがあってみたいなのは、うんうんうん、気がするけどな。だから一人ぼっちにならないように、私のイメージで仲良くしてると大体話されるっていう、本当になんてことだって感じなんですけどあ、本当？そっか、うん、じゃあ全部が全部そうじゃないのか。もうわかんないです。だから私のは逆のこのダメなパターンでしょ。あそことあそこはずーっと仲良くしすぎているから話そうみたいなさ、うん、会議はされてるのかもしれない。そうなんだそうなんだ。なんか我が子を崖から突き落とすみたいなこと。そうね、新しい関係築きなさいってこと。そっか、割とこうあるけどな、そういう、そうそうそうだった気がするけどね。どうなんだろう。まあよくわかんないな。うん、まあなんか結局私はほらあれですよ、うん、こうちょっと友達を作るのって難しいな、大変だなってなった結果一人で生きていた方が楽だってなっちゃった口ですよ。ダメ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 、人は一人では生きてゆけぬのだよ。ああ、つかさちゃんみたいな人と会いたかったな。いやいや、あの頃にね、学生時代にね。どの頃だよとかじゃね。いやでも学生時代にあんちゃんと会ってたら私めっちゃ仲良くなってたと思うけど。え、本当に？うん。豆な人と一緒に結構なりがちだったかも。でも基本的に暇だったら、一人だったらずっと本読んでるようなやつだけど、そいつに本当に話しかけてくれるのか。うん。え、だって、ずっと絵描いてる子とか、うん、本読んでる子とか、うんうん、話しかけてた気がするけどね。どうだろうか。わかんない。私がすごい今美化されてる可能性は大いにあるよ。大いにある。過去の記憶なんてそんなもんよ。そうだね。うん、まあとりあえず、つかさちゃん眩しいということでありがとうございます。とんでもないです。これからも光属性でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今回もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。内山安藤のちょっと立ち話しないと。内山安藤のちょっと立ち話しないと、エンディングのお時間です。この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いてほしい話、そういえばさでは私たちへの質問やトークテーマ、聞いてみたいんだけどでは番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。お便りの宛先は E-WAVE 公式サイトのちょっと立ち話しないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。また番組公式ツイッターでは放送の総括、今回の一言をアップ予定ですのでお楽しみに。その他の情報や企画コンテンツにつきましてはすべてツイッターの方でご案内をしていますので、ぜひアットマークタッチナイトもフォローお願いします。というわけで第32回のちょっと立ち話しないといかがでしたか。いやなんかちょっと思い出してさ、若干センチメンタルになっちゃった、うん、どういうこと？なんかこの、あったな、そんな時代、と思って。今なんかないじゃん、あんまりこう、新しいところに飛び込むみたいなことってさ。まあなかなかそうですね。そうそうね。大人になってくるとないから、うん、なんかそういった刺激もいいなーってちょっとなんか思って。じゃあそれこそ、つかさちゃんあれじゃないですか。なんか、何々講座みたいなやつに入ってきたらいいんじゃないですか、新しく。そう、だからなんか、習い事じゃないけど。そうそうそう。そう、なんかいいなってちょっと思っちゃった。なんか、ヤマハ音楽教室にでも通おうかしら。ほら、ドラム、そう、ドラムはさ、好きだし、その、ま、うんうん、叩いてるけど、ギターとかやっぱ、ちょっと、興味はあるから、うん、アコギとかさ、まあ、そうそう、ウクレレとかさ、ちょっと興味があるんです。そうそうそう。だからちょっと、通ってみようかしら、ちょっと思っちゃったよね。いや、いいなぁ。じゃあ、通ってよかったら私も通うんで、ね、とりあえず行ってきてください。また私、ちょっと特攻隊長なのね。わかりました。じゃあ、進捗があり次第ご連絡させていただきます。ああ、お待ちしております。はい。はい。
では本日の放送はここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手は内山司と安藤瑞希でした。それでは皆さん解散、さようなら、バイバーイ。この番組は内山安藤のちょっと立ち話ナイト、 E-WAVE の提供でお送りしました。